はい、こんにちは、フィットですね。はい、まあ、見りゃ分かるでしょうけどね。はい、これね、下取り車になります。買取車、まあ下取り車も買取車も一緒なんだけどね、まあ、とりあえず入庫車お車になります。まあね、なかなか綺麗なお車なんでね、オークションには出さないで、お店の方に置いとこうかなとは思っていますけども、このね、スイフトちゃんはちょっともうあれしようかなと思う、ね、オークション出そうかなと。ナビゲーションがちょっと良さそうなのがついてるんでね、少し外してから出そうかなと思っております。じゃあね、今日はフィットでね、ごめんなさい、なんだったグレード忘れちゃったな、ごめんなさい、まあ、そんなところでね、チャンネル登録と、高評価、それと概要欄の方からね、Facebook、Twitter、ブログとね、フォローの方お願いいたします。今日あたり5人ぐらい増えてるかな。そんなところで外観の方から行ってみたいと思います。まあね、フロントから見ていきますけども、まあ、細かい傷はね、フロントすみません、飛び石とかあります、まあ、そういうのちょっともう飛び越しちゃって、どこだったっけかな。まあ、ミラーね、運転席側のミラー、ここちょっと擦ってますね。ね、まあ、そんなにね、なんか傷多くはないんですよ、正直言うと。はい、多くはないけど、まあ、ちょっと細かいね、ちょっとした傷がね、この辺やっぱりね、タッチペンしますね。ここもタッチペンします。ここちょっと傷ありますね、少しね。あ、もう全然わかんないんですけどね、わかんないレベルなんですけども、あります。まあ、よもやね、この年式で無傷とか望んでしょう。まあ、たまにいますけどね、もうちょっと本当ね、勘弁してほしいですね、そういうのね。ちょっとここに傷ありますね、ナンバーのちょっとこの、ね、下あったけどね。はい。なんか本当にね。ちょっとした傷、ここにも傷あります。このぐらいの傷でね、うわ傷あるよとか、いや傷あるよ、当たり前だろうと思いながらね、はい、心の中で叫んでますけどね。そんなところかな、大きいところって言ったらそんなもんかな。ごめんなさい、見落としあったらごめんなさいね。でこっちのミラーもね、やっぱちょっと傷ついてますね、ここね。はい、まあ、そんな感じかな。このちょっと今汚れだもんな。まだね、ちょっとね、ポリッシャーかけてないんで、でね、ちょっとやっぱここがね、ライトが少しこもっちゃってるんですね、両方ともね、こっちもこもっちゃってるしね。はい、で、あと少し色あせがね、少しだけしてるような気がするぐらい。はい、じゃあね、ルーフです。まあ、こんな感じでね、ね、悪くはないんですね。で、アルミホイルがね、車外のアルミホイルついてます。タイヤがね、ポリッポリタイヤあるんですよ、山がね。はい、ね、見た感じすごいね、まだ取り替えたばっかちゃうかぐらいね、タイヤあります。まあ7分ぐらいはあるんじゃないですか、余裕で。まあこんな感じです。じゃあね、じゃあ室内の方ね、行ってみたいと思います。最近恒例のね、後ろドアのね、開閉具合こんな感じですね。さっきの、さっきは撮影したもんなんだけど、これが前後しちゃうかもしれないんだけど、ごめんなさい。ラクティス先ほど撮影させてもらったんですけど、ラクティスなんかここですもんね、この位置でですから、やっぱ全然開口部が違いますよね。はい、ちょっと乗っていきたいと思います。まあ、楽に乗れますよね。で、これが、フロントパネルですね。なんかハンドルがドムの、ガンダムのドムみたいなですね、顔ですね。あの、目ん玉が動くところのことよ。そしたらね、距離の方です。距離は 78,795 キロ。
で、ちょっと先にあれですけども、これ、ワンセグかチデジかちょっと分かんないんですけどね、まあ、ちょっとワンセグだと思ってください。あ、まあ、いいこと言っといて、あと全然違ったら困るんでね。それと、はい、これが、インターナビですね。インターナビになります。そして、バックカメラついてます。女の子なんかね、いいと思うんだよね、免許取ったばっかのね。はい、こんな感じです。ただちょっとやっぱちょこちょこね、やっぱこう少しこう劣化がねしてる部分は結構あるんでね。はい、あと ETC と、あとキーレスはね1本になります。電角ミラーですね。でオートエアコンになりますんで、はい、あとここにね小物入れ、ダッシュボード、まあ、ここに、ジュースホルダーして、向こう側にも同じようにねここにありますんでね。あと前席パワーウィンド、まあまあ普通ですけどね。ちょっとシートがねやっぱ少し汚いんだよな、まあ、ちょっとねその辺はご愛嬌で、こっちを今日はちょっと後ろから行きましょうか。こんな感じでね、やります。中はねちょっと汚いかな、少し汚いかなって感じかな、うん、ちょっと掃除はしたんですけどね、まあ、もうこれでちょっとこれ以上はちょっと厳しいかなっていうぐらいの感じです。で助手席のね後ろのシートです。まあなんか目のこっちの方にね同じフィットがあって、あ、これよりもっと古いフィットがあってビッグダディみたいなしか乗ってましたけどね本人かなと思ったら 見たら目合っちゃいましたはい、という感じでございます。でね、ドアとかもね、もうこういうふうにパーンと閉めてくださいね。もうこんなってギュッてやったらね、こうへこんじゃったりしますからね。もうなんかピーピーキャキャ優勝いるんでね、まあ、結構なんかね、こう本田さんとか行って、整備をねされてるみたいですね。で AIS、まあ、これ多分中古車で買ってるんですけど、 AIS で、検査されてましたね昔ね。これなんだろうな、ちょっとごめんなさい、字が読めないで全く老眼で見えへん。ちょっとエンジンルーム行きます。エンジンルームです。 IV テック、まあエンジンはそんなに悪くもないしね、まあまあそこそこだと思います。あの新車みたいにすごいいいとは言いませんが、でもオイル漏れとかもしてないみたいですね。まあ、下回りちょっと見てるわけじゃないからあれですけど、まあ多分してないと思います。はい、こんだけ綺麗ですからね、エンジンもね。はい、という感じです。なんか書いてあるね、これ何これ、点検パックの加入済みです、オイル交換不要、お任せチェック、なんかどうわかんないな、なんかそんなのがあるのかな、本田さんでやってるのかな、わかんないけどね。はい、そんな感じです。でね、これ車検が、令和3年の11月ですね、令和3年11月まで車検あります。じゃあね、今日はちょっとごめんなさい、年式ね結構新しかったんだけどちょっと覚えてないんでごめんなさい、GE6 型の、フィットネス、ライトブルーでね、令和3年11月まで車検があって、インターナビとバックカメラ、それとテレビね、ワンセグテレビだと思いますけど、一応あります。車外のアルミホイル付きですね。はい、ちょっとは値段決まってないんですけども、まあお安くするようにしますんでね、もし、興味ある方おられましたら、ご連絡お待ちしております。そしたらね、チャンネル登録、高評価、それと Twitter、Facebook、ブログとね、概要欄の方から、フォローの方お願いします。そしたらね、次回は向こうのスイフトか、今日入ったあちらのボクシーだったっけ、あれノアじゃない、ボクシーやんね、なると思います。それでは次回の動画でバイバイ。